はい、どうも、酒好きな元新潟人の飲酒動画です。今回はですね、こちら、プレミアムモルツのですね、新しいのが出ました。新しいというかね、こちら。よいしょ。新型電動式神泡サーバー付き12缶セットというのがね、ありまして、こちら、缶にこう被せて、で、ここで振動させて、泡をね、出すっていう、サーバー。これがね、俺どうしても欲しかったんですよ。どうしても。で、買ったんですけど、こちらが、350cc のやつが、12本入ってて、値段が2400円。です。まあだから実際、まああれですね。うん。まあ1個200円ぐらいの計算ですよ。まあそれのおまけがまあ欲しかったんですけど、ただおまけだけを買うと、ヤフオクとかで売ってるんですけど、なんか1500円とか2000円ぐらいするんですよ。それ負けた気がするやん。なので、まあ俺プレミアムモルツそんなに好きじゃないんだけど、まあ久々にね、プレミアムモルツも随分飲んでないですからね。数年飲んでない気がする。ので、まあその味のね、検証も兼ねて。じゃんと。じゃがじゃーん、出ました。これがね、電池式なんですよ。これ実は、去年とか、一昨年にも、まあ似たような商品が出てたんですが、それが、電動式じゃなくて手動式だったんですよね。うん。手動でこうシュポシュポやって、なんか、うん、みたいなね。これどこに電池入れんだ？あ、これあれか。ここか、電池。説明書があります。説明書があるのを読みます。だから、これさえあれば、ぶっちゃけ缶のやつだったら全部、スーパードライとかでもできるわけでしょ。まあ、俺が好きな、ね、缶のビール、まあ、いろいろありますけど。それでね、対応できるんですよ。非常にこれすごい。あ、乾電池は付属していませんだって、死ね。ならば死ね。乾電池付属してねえのか。使えねえな、マジ。単4アルカリ電池は2本。だそうです。ちなみにこちら製造国が、中国です。まあ、だと思ったよ。あ、そうそう。先ほど俺12本のやつ買ったんですけど、あれ24本のやつも売ってて、24本のやつだと、グラスが、専用グラスみたいな、ついてくるんですよ。こういったね。こういうやつ。ね。こういう、プレミアムモルツの、って書いてあるグラス。うん。俺もいろいろグラスいっぱい持ってるんで、いらねえと思って。まあ、うん。いらねえ。いらねえんだ。なるほどね。で、この 350cc だけじゃなくて、500cc の缶にも使えると。で、さらに言ってしまえば、ジュースだって使えるっていうことです。缶ジュースで、でも使えるっていうことですね。これすごいですよ。マジで。ああ。で、単4電池俺持ってたっけな。なんだこれ。ああ。今登録いただくと、毎月抽選で100名様に、神泡クオスカード3000円分プレゼント。いらねえか。こんなのいらねえんだよ。
当たった試しがねえから。こういう検証って当たった試しがないんですよ。確実に俺リアルラックがないと思った。100%。確実にね、リアルのラックがない。まあゲームのラックもないんですけど、ゲームでもラックはないんです。で、単四電池どこやったっけ？単四電池。あ、ラッキー。あった。ダイソーで買ったアルカリ単電池、乾電池、4のやつあった。あぶねー。探せばね、あるんですよ。エネループとか。エネループ。主にエネループっすね。でもね、あれね、エネループってね、普通のね、単三電池とか単四電池と、見た目は似てるんですけど、あれ実は違うんですよ。あれね、大きさが微妙にね、でかいんです。エネループの方がね。これどうやって開けるの？ああ、これを、ここに、あれ。ちょっと、取れない。え？え、ちょっと待って、わかんねえな、これ。どういうこと？スライドカバーを下げて、電池カバーを爪の手前に、やっぱここがスライドするくせえな。あ、スライドした。こんな感じで。ほら。結構あれですね。若干力がいる。壊れるかと思ったの。ウェーイ。ウェーイ。よし。で、手動式の場合、洗わなきゃいけないんですけど、これの場合だったら、洗う必要はないと。実験しますよ。こう、後ろにスイッチがあるんで。押します。あ、これ押してる間だけなんだ。ここに、なんか、金属がここにあるでしょ。手で触ってんですけど、全然わかんない。これ自体が振動するというか、音波だから、人間多分わかんねえんだな、これ多分。多分ね、音なんだ。音波。いわゆるヘルツ。人間が感じることができる。感じるというか聞こえるヘルツっていうのがあるんですよ。まずは、これを開けます。で、これを、ここにセット。あ、ここでちゃんと止まるようになってる。ほほ。なるほどね。で、500cc、ここに書いてあるんですけど、500ml の缶を使うときは、このスライドカバーをさっき俺下げたじゃないですか。あれを下げて使うって書いてあります。それでは、注ぎます。まずは普通に、
こう注いで、見えねえこれ。こう注ぐじゃん。で、泡が欲しいときはこの後ろのスイッチを、全然わかんない。え、ちょっと待って。え、これおかしいな。おかしいな。ちょっと全然わかんない。ちょっと使い方わかんねえな、これ。ビールを注いで、7分目まで注いだ後に、噛み合わスイッチを押しながら、缶を傾けて泡を乗せる。あー、そっかそっか。あー、そういうことか。あー、なるほどね。オッケーオッケー。つまり、ここに立たせないといけない。ここに。まずここで立たせて、7分目まで注いだら一回、ここのテーブルに置きます。で、これを押すとここが光るんですけど、ピカッ。光らした後に、この状態で泡だけ。あんまわかんない。これちょっと使い方あれだな。これ使い方、あれだな。うん。慣れるまでわかんねえ。まあいいや、完璧。味は、まあ昔と変わってないかな。うん。天然水醸造。溢れ出す、華やかな香りと深いコクをお楽しみください。原材料が麦芽とホップでアルコール度数が 5.5%。あれ、アルコール度数 5.5% だったっけ？あれ、昔から 5.5% だったか、これ。あれ、変えたんかな？わかんない。全然飲んでないから。わかんないっす。で、ここに、シールがあるんで、これ剥ぎます。これ、1点って書いてあるんだよね。これを、これ集めてメルカリで売る。これを集めてメルカリで売ろうって。もったいないからね。まあいいや。うん。うん。まあ。うん、まあ。あれだな。うん、安定した、美味しさ。うん。変わってないですね、多分。アルコール度数はどうなんだろうな。プレミアムモルツ。
多分、まあ、やっぱアルコール度数 5.5% から、だからなのか、まあ若干やっぱアルコール臭が、まあしますはしますね。うん。まあ、するはするんだけど、だから何が納得いかねっつうと、プレミアムモルトの何がダメかっていうのが、これをプレミアムビールっていうその名目で販売してるんです、これ。プレミアムビールって言ってね。別に大してプレミアムの味しねえんだよなって。いう話なんですけど。まあ、でもあれだもんな。ほら、何年前かにさ、2年前か3年前にさ、エビスビールがさ、味変わったっしょ？それ以降もうエビスビールずっと買ってねえけど。まあ、あれも結局ほら、プレミアムビールみたいになって高いでしょ。だから普通のスーパードライとか一番搾りとか、そういった類よかは、まあ、20円か30円、20円ぐらい。多分、値段高いんですよ。うん。あれ、プレミアムモルツって 5% じゃなかったっけ？度数変わったんかな？あ、まぁ、ちょっとわかんねえな、これな。やっぱもともとあれだったもんね。うん。ああ、プレミアムモルツやっぱアルコール度数 5.5% だったんだな、最初からの。多分。うん。多分ね。で、あと、サントリーのモルツ、このプレミアムじゃないモルツの方が、俺大好きだったんですけど、ぶっちゃけプレミアムモルツの方がうめえと思ってたんですよ。だけど、このモルツがですね、ザ・モルツになって味が変わってですね、まずくなったという。あれ、唯一、あれサントリーのさ、モルツさ、唯一、美味しい、いわゆるさ、納得できるビールだったんですよ、俺の中で。それなのにお前あれだよ。そのモルツまでまずくなったっていうね。いきます。あ、ほんとだ。最初にちょっとこう、シャーってやっといて、なるべくこう、注がないように最初に。最初に注がないようにして。あ。あ、すごい。きめ細かい。泡がきめ細かい。ほら。
これだからやってみたいのが、ドラフトギネスですよ。ギネスビール。缶のやつ。俺が黒ビールの中で一番うまいと思ってるのは、ギネスね、ギネス。瓶のギネスじゃなくて缶のギネス。ああ、ほんとだ。すげえ、泡クリーミー。あ、これすごいわ。すごい。ギネスビールってほら、中に、この中になんか、玉みたいなのが入ってて、あれが開けることによって、その泡が、泡を出すんですよ。丸いのが。ああ、これすごい。ほとんどギネスビールのあれだ。泡とほとんどレベルがすごい。すごい、この、クリーミーさ。だからそれをギネスビールでやりたいんですよ。これつけて。これをつけてギネスビールを飲んだら、絶対うまいと思う。うん。今まで飲んできた中で、一番やっぱり、泡がすげえクリーミーで、めちゃくちゃ細かかったっていうのは、やっぱり、ギネスビールなんですよ。缶のドラフトギネスなんです。ギネスドラフトなんですよ。だけど、これはもう、これはすごい。うん。まあ、ギネスには負けるけど、多分2番目ぐらいの細かさっすね。俺が、体験してきた中で。すごいもん、これ、ほら。ああ、すげえ。ものすごいクリーミー。これはあれだわ。これみんな買った方がいいぞ。マジで。俺基本的にサントリーのこと嫌いだからあれだけども。これは買った方がいい。間違えた。これは買った方がいいな。コク。これで飲むことによって、多分、相当、なんか、うまさがアップする。うまさがアップしてるな。うん。これちょっとあんまり したくなかったけど、これは、うん。これはもうあれです。これ買った方がいい。もうこれだけの目的でも、だけで買った方がいい。これは。プレミアムモルツがまずいとしても、これは買った方がいい。4、2、4、5です。ご視聴ありがとうございました。